見立てに高金魚ヨシイク作人面魚とは、頭部を正面から見た場合に人間の顔のように見える模様を持つ魚。注目されるようになったきっかけは、前方寺の海区への池にいた金色の錦鯉である。その後、銀色や黒色っぽいマゴイを含めて全国各地で報告されるようになった。明るい体色の鯉の尾行付近が黒く染まっていたり、 黒っぽい体色の鯉の尾光付近が明るめの色をしていたりする個体を正面の斜め上から見ると彫りの深い人の顔のように見える。海域への池に頭部が人の顔のように見えるにシキゴがいることを前方時の神徒は古くから知っていた。1990年春に写真週刊誌フライデーが読者投稿写真を掲載したが遠くからの撮影で ピントがやや甘かった。これを見たスポーツ新聞東京スポーツ新聞編集部がカメラマンに現地取材を命じ同年6月12日付で噂の人面魚が笑ったと報じた。ワイドショーなどテレビ番組でも報じられてブームとなり海区への池には同年夏に1日1万人が押しかけた日もあり池に落ちた人もいた。日本各地で似たような魚がいるとの報道。 広告が相次いだ。人面魚がブームになった背景としては、それ以前から人間の顔を持ち、言葉を話す人面犬がいるという都市伝説があったことが指摘される。魚に限らず人間の目鼻立ちに似た模様を持つ哺乳動物までもがもてはやされた。人面魚ブームはやがて収束したものの、令和への改元に際して平成の顔として一部マスメディアに取り上げられたため、 海区への池は2019年のゴールデンウィークに訪問者が一時増えた。2020年時点、現地には最初のブーム時に前方寺が建てた人面魚の海区への池まで徒歩2分、約200メートルという案内看板がある。金色の人面魚は現在もいるが、ブーム日付役の錦鯉とは別個体である。ありがとうございます。